everyone! Hello! Hi! Konnichiwa, minasan! Hi! How y'all doing? 元気ですか?今日も生放送の時間が始まりましたよ。今日は YouTube からということはいつもはニコニコからいろんなところから来てくれましてありがとうございます。はい。ああ。Thank you, thank you, thank you, thank you everyone for your comments. ニコニココメントはちょっと待ってくださいね。I want to see your comments, ニコニコ。お、これで。ありがとうございます。皆さん、今日も来てくれましてありがとうございます。南部式英語教室が始まりました。今日は皆さんと雑談でもしながら、そして元気に皆さんと英語を学びたいと思います。皆さん、ニコニコも、そして YouTube の皆さんもありがとうございます。コメント、こうして見えますからね。Thank you for coming! Hey, what's the plan? What's the plan? 今日のプラン、計画。計画は特にないのですけど、お、千穂さん、ハイケイさん、ナオミ・ナナオさん、テイトーさん、ジッサーマン、さあ皆さん来てくれてありがとうございます。広告もありがとうございます。皆さん嬉しいです。今日はね、今日はと言いますか、いつも皆さんに英語のイディアムを生放送では教えています。そしてイディアムというのは皆さん何かと言いますと、イディアム。ここにね、今日のいつもですから、ここは黒板ありますからね。ちゃんと書いていきますよ。イディアム。初めての人もいますからね。イディアムというのは何かと、ありがとうございます。ソーマレイさん。じゃあ、ありがとうございます。そして、残業悲しいです。日曜日は休んでくださいね。And, イディアム。これはね、どういう、イディアットではないですよ。イディアットではないです。はい、ケイさん、はい。イディアムとイディアットは違いますよ。これを T にしてしまいましたら、それはバカという意味になってしまいますから、気をつけてください。あ、皆さん、ニコニコ広告ありがとうございます。とても嬉しい。Thanks! And, イディアムというのは、日本語では、慣用句。つまり、慣用句ですね。だから、日本語で足を洗うと表したときに、例えば、本当に足を洗っているときもありますけど、何かをやめるという他の意味もありますよね。そんな他の意味、言葉のままではない意味を持っている英語の言葉を教えているのが、この南部式英語教室生授業です。そういうことなんです。そして、今日のイディエムは、ちょっと、皆さんイディエットとか言わないでください。私も間違えてしまうでしょう。今日のイディエムは、これ。ここに書けますかな?書かないね。Do you think this is a game? 皆さん、これ、見ただけで意味はわかりますよね? Do you think?お前は思っているのか? This is, これは a game. ゲームと、わーエイジ、オグラさん、首ちょ、あいあいあ
ございます。ニコニコは何かスタンプがキラかしてあるんで、ありがとうございます。これあ、そうそう、満腹太郎さん、そうそう、遊びじゃねえんだぞ、そんな感じの意味になっていくんですね。 Do you think、 お前は思っているのか。 This is、 これは A game、 ゲームだと。お前はこれはゲームだと思ってんのか。つまり誰かがふざけているときに、お、おめえ遊びじゃねえんだぞ、そうそう、そんな感じ。つまりどういうことかと言いますと、ゲームは遊びですよね。遊びだから、ムーさんありがとうございます。いやーなーカズヤさん、いやー、クズ入りました。やっぱり構成員はみんなヤクザなんですね。どうにもならないヤクザどもです。そう、そしてゲーム、これ、このゲームというのは遊びという意味になります。だから遊びじゃねえんだぞ。つまり、ふざけんじゃねえぞという意味になるんですね。何かあなたが真剣な話をしているときに、例えば何かふざけていることを言っているやつがいるときがよくありますよね。ふざけんじゃねえぞ、こういう意味なんです。あ、そうですよね。皆さん分かっていると思いますけど、ゲームは私たちゲーマー同畜生にとっては遊びではないんです。あ、手が飛んでいってしまいました。よくあることです。仕事に行くんですか。行かないでください。アイムゲーム、おめえがゲームなのかよ。おめえがゲームになるんだよ。ニコニコにゲームな人がいますね。そんな感じで、ヘラヘラクソ野郎の Are you no makeup today?、I have no makeup on today. 私は今日すっぴん、裸、汚いです。I'm naked.、Do you think this is a fucking game? おめえ。そうです。そのゲームに、皆さん、構成員の皆さんは私より分かっているではないですか。さあ、目の前で、そうしてふざけてゲームをゲームだと言っているクソ野郎には、What? Do you think this is a game? おめえ、ふざけてんじゃねえぞ、真剣ぞこら、ということを伝えるための言葉なんですね。だから、あなたこれがゲームだと思っているんですか?そういう意味ではないのです。そんな感じで、ちょっと、これは簡単すぎましたかね、皆さん。そう、真剣なことが伝えたいときによく、これを使いますね。私だけ真剣でしたら、それはおかしいですからね。てめえも真剣になるんだよ!そんなとき。You think this is a game? そして発音の仕方は Do you think this is a game? みたいにゆっくり言わないことです。やっぱりは自分が真剣ですから You think this is a game? Think this is a game? こんな感じでここのこの辺はラッシュで言った方がいいんですよね。そう、マリーさん、お帰りなさい。そんな、そうそう、必死の感じを出す必要があるんです。私は真剣なんですよ。これにですね、皆さん、これに、こんな言葉を足しますと、例えば、これに、今の言葉を言いました後に、I'm or I am ですよね。I'm serious! 私は真剣なんですよ。 Serious! この言葉、皆さん知っています?Serious はカタカナで日本語でシリアスと書いて、なんだかちょっとシリアスな…シリとエス?なんてひでえ言葉なんだ。
そんな感じの汚い日本語になってしまってすみませんでした。危ないですよね。送られてしまいます。あ、尻とアースをくっつけた言葉ですね。あ、尻アースなんですけれども、これは皆さん意味わかりますよね。シリアスな、例えば、雰囲気と言ったらわかりますか？ Do you understand that? Vandalism さん、Assembly と、Congregation の祈願や何ですか？ Congregation って何？ちょっと南部人には分からない言葉ですね。南部人は小学校の5年生までの単語で出来上がっていますから、ちょっとそれは難しいですね。よろしくお願いします。朝ごはんで尻とアースは食べないでくださいね。Eat ass は良くないです。そうそう。Serious の、Serious pervert! シリアスな変態が出てきてしまいました。 Hi my K さん I love you、Thank you Love you too 愛されてしまいました。とても嬉しいです。そう、シリアスとは日本の言葉でもシリアスというようにとても真剣でとてもマジなんです。マジなことなんです。 I'm serious。 私はマジなんですよ。例えば、私のお父さんはハゲているんですとここで言いますよね。そうしたら皆さんが、You guys will make fun of my daddy, right? 皆さんが私のお父さんのことを笑いますでしょ。はぁ、ダニー、ハゲなんですね。ハゲ、髪の毛がない。ふふふと笑いますけど、その時に私が、I'm serious! と言いましたら、私はこれが一度に突然に雰囲気が変わるんですね。What? She's serious? そんな感じで、私がとても真剣にお父さんがハゲていることを悩んでいることがわかるのです。OK? そういうこと。それが serious。真剣な話しますってよ。はぁ、そういうことですね。そう、マリーさん、呼んだ？もしかして、髪の毛が、言わないでおきましょうね。そういうことなんです。生、犯人が。まさか、タコちゃんさんの、ドンチキ。ドンチキが入ってしまいました。ドンチキしないと。ドンチキ。ありがとうございます、いつも。ドンチキ。ドンチキ楽しいね。ハゲをネタにできるのはハゲだけだぞ。怒っています。He's serious. 彼は serious なのです。怒っています。きっと彼の髪の毛をないのでしょう。そういうことなんです。ドンチキ。ドンチキじゃない。いつもありがとうございます、タコちゃんさん。でも、I'm serious. 真剣なんだ。真剣な気持ちで私はドンチキしているのだ。そういうことが伝わりますよね。ドンチキ。あ、Kiss me, I'm desperate! バンチューさん、どうしたの？ Desperate! 皆さん、Desperate というのはわかりますか？このバンチューさんが書いている Desperate、Desperate Fucking spelling Desperate 私は Desperate、Desperate な人はね、どういうことかと言いますと、Serious よりももっと Desperate、かなり真剣なんです。なぜかと言いますと、 Desperate な人は後がないんです。
あとが、あ、desperate な妻たち、desperate wives、 そんなドラマがあったような気がします。 desperate housewives、 yeah それそれ。とても、あ、後がない、あ、そうそう、貧困のさらに深いレベルの深刻なんです。そういうプチ、何プチ、何プチ、ムーンさん何プチ、プチプチプチ、何プチ、土、崖、あー、ニコニコの皆さんありがとうございます。崖プチ、つまり崖プチのことはプチプチだから、なんだか可愛い表現だから、ハウスワイフにはちょうどいいことなんですね。そうそう、そういうことなんです。ハウスワイフがとても、とてもやばい状況、シリアスどころではない。もちろんディスパレートな人はシリアスだと思いますけど、だけどね、そういうことなんです。生放送初めて来ました、はじめまして。はい、for someone who's who's the first time who's seen me, I'm K さん。あ、やべやべ、オタクがバレてしまう、オタクがバレてしまう。Hi, my name is K san. I'm teaching Southern English class every week, 8 o'clock, on Japan time. こうして、教えているこの言葉を皆さんに教えまして、そして、日本の、誰だおめえ、誰だおめえ、誰だおめえ、あっとしませんでした。まあ、そんな感じで、ATM のおじさんが来ました。ATM のおじさんは ATM なんですね。人を殺したくらいの大事が desperate。desperate。確かに人を殺してしまいましたら desperate だと思いますけど、でも私は on the red、生理の時も私は desperate ですから、人に読まれますね。あなたが desperate だと思ったら、それはきっと desperate なのだと思いますよ。例えば、お父さんは、私はお父さんがハゲても愛していますけど、お父さんのと気持ちは、やっぱりお父さん、自分の髪の毛がどんどんなくなってしまうから、お父さんは desperate なんです。そして、お父さん、髪がなさすぎて薬に手を出しましたからね。今は、髪が生えます薬を飲んで、そして髪が生えてきました。デスパレード、デスパレードではないですよ。デスパレードとデスパレードは全く違います。デスパレードとは一体何？ニコニコ広告ありがとうございます。薄毛、薄毛、薄毛はセーフ。薄毛はお父さんに取りましたらアウトだったんですね。お父さんに取りましたらシリアスで、そしてデスパレートなことがハゲなんです。そして私にとってとってもデスパレートなことは明日仕事なことなんです。ガー、 I'm so desperate. I have to go to work tomorrow. Fucking work. つらたん。Hi teacher, would you mind asking about what difference between focus and concentrate? Focus and concentrate? Hey, not my day, everyone speaks some strange language. Sensei, will we play games? すいません、早くゲームさせてください。キュロさん、キュロさんで会っていますか？あなたはアークミンですね。ありがとうございます。おじゃる丸さん、ヤクザ入りました。ありがとうございます。皆さんのおかげで大工は生きていけます。そして中の組長は明日の昼ご飯が食べられます。ありがとうございます。 So
ここに、なかなか日本ではない皆さんから見てくれます時が増えました。Your arms are sometimes crazy. Yeah, yeah, yeah. It sometimes get really crazy. It just jumps out of my body and goes somewhere. どこかね、体から飛んでいってしまうんですね。I think it's the issue of a sensor. My VR sensor is right here and right there in my room. So if I get out of this space.If even my finger gets out of that space, it just goes... You see this? You see this? You see my arm going somewhere? This is what happens. Sensor のね、sensor のところから出てしまったら腕が飛んでいくんです。あ、手袋の色が見えない？この手袋はあまり良くないですか？ちょっと待って、着替えますね。タッタタッタタ。着替えは少し時間がかかるから待ってくださいね。タッタ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 タタッタタッタッタッタララララあーララ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 メガネが消えた。メガネが消えたのは私ではありません。メガネー、メガネー、これはクソ的、クソすぎます。 OK! Here! I changed my clothes! すいません、着替えている間はコメントが見えなかったのです。あ、こんばんは。ニコニコいじけないでください。ニコニコ、あなたのコメントは監視していますよ。私の画面のこっち側は黒板、そしてこっち側はニコニココメントなのです。そしてね、そう、 Love you, Kay さん、 Kinga さん、 Thank you。 クソズキンちゃんが好きなの？ありがとうございます。 A serious hole。 Serious な穴とはどういう穴でしょうか？とても真剣な穴がありましたら怖いよね。あ、そうそう、いつゲームするんですか？早くゲームしてくださいねと言っています、言っています。コメントの皆さんもいますね。Don't worry, I'm gonna play games after this. Sorry, back home. Sorry, I'll back home. 家に帰るの？帰らないでくださいね。 Big brother is watching you. What? Big brother?兄貴が見ているようです。怖いです。かわいい組長、ありがとうございます。手袋、my gloves? They said they can't see through my gloves because my hands get really black when I wear gloves and it's like the same color as my chalkboard. So, だから、この服にしました。 How do I look now? Can you see my hands?旦那のコメントはケイさんに読まれているぜ。皆さんのコメントを私は監視しています。なぜかと言いますと、私は皆さん、日本語がとっても読めますようになったのです。手袋はグラブ、 Yes! 手袋はグラブスと言います。手袋、皆さん手袋冬はしますよね。必ず私もします。手袋、手袋、English speakers, English speakers, English speakers, for English speakers, gloves are called 手袋 in Japanese. 日本語では手袋と言いますよ、gloves のことは。こういうタイプの gloves ありますよね。これこれ、gloves と言います。ソーマレイさん、アークはシリアス。そう、アークは生活だからね。野球のグラブも近いの？野球のグラブもまさにこのグラブから来たのだと思いますよ。It's called, I'll write it down. It's called, テブク。No, it's not an R. It's an L for me.手袋、手袋、
Tebukuro is gloves. Gloves. Japanese. 日本語を覚えてくださいね。手袋。How many agent costumes do you have? I have many. コスチュームどれくらいあるの？たくさんあります。自分で作ることもできます。I can make my original costume. There's like a preset of costumes, like 20 of them. And then I can make it myself. This is the one I made it myself. 自分で作ったものはこれです。かわいいでしょ？こうして日本語を知らない人が日本語を覚えまして、英語を知らないやつらが英語を覚える、そんな生放送素晴らしいと思いませんか？作れるの？すごい！かわいいでしょ？ただーただー This is a Japanese school uniform. 日本の制服です。どうですか？And I have my backpack on. Backpack しています。ミートン、そうそう、ミートンです。かわいすぎる、かわいすぎる、キャワタン。キャワイ、そう、キャワイをキャワタンと言いますけど、それは最近生まれた言葉ですよね。このかわいい、かわいいが。かわいい、かわいいが、キャワイイになるのはわかるのですけど、どうしてキャワタンになったの？Japanese mystery. Have you tried to teach the other way around, English to JapaneseYou have excellent pronunciation in both languages. Really? あなたは両方の発音が素晴らしいから、だから日本語とを英語で教える、そして英語を日本語で教えるもしたことしたらどうですかと言っています。I've never tried to do that. I've never tried to teach Japanese to anyone because I don't think I understand Japanese. Fully. I mean, Japanese language is like, it's like the most difficult language in the world, I think. 日本ではね、世界で一番難しい言葉が、Japanese だと思うんです。Yes, we would love Japanese lessons. Yeah. Do you know, Herschel Nightsbane, do you know kawaii? Do you know what's kawaii like?かわいい、わかる？もう英語の人の、英語の言葉の人でも、かわいいはわかりますよね。ちゃんがタンになったの？はるはるはる、はるは、どうしたのあなた？大丈夫？ニコニコの人はね、たまに頭がおかしくなるから怖いんです。見てください。はるはるはる、突然はるはるはるです。泣いています。You okay? 大丈夫？これだからニコニコはよ。かわいいものに何でもタンをつけていたんですね。タン、ちゃん、ちゃん。So that's why かわいい became a かわいい became かわいい and a かわいい became かわたん。That is, you know, I don't like those kind of stuff, those changing language stuff, and then suddenly this kawaii becomes really old. なんで日本語はこんなに突然変わるのです？やめてほしいです。せっかく勉強しましても、10年後には何を言っているのかわからなくなるのでしょう？Well, Japanese foods are kawaii too. Japanese foods は可愛いよね。例えば、お寿司。かわいい、寿司かわいい。Yes, Chinese, Japanese, Korean, and Arabian. Arabian は難しい。Most difficult language in the world. Japanese is not your native language? No. Japanese is not my native language. My native language... ビルグマラマラマ。
My native language is English, not Japanese. God! アラビア語が一番難しいと、ここのお兄様たちが言っていますね。そうだよね。キュートと同じ意味。うん、可愛いとキュートは違いますよ、皆さん。これは説明をする必要がありますね。どこかで説明をしましたと思いますけど、cute、そして、かわいい。かわいいはもう古いもかもしれませんけどね。前教わった、教えましたよね。私はもう教えましたけど、だけどね、why don't you put English title for lessons broadcast? いいね、やりますか。でも漢字がな。英語の字幕をつけたらどうですかと言われています。字幕自体がめんどくせえんだよな。誰かつけてくれないかな。キュートはね、これは例えば子犬ですとか、小さな女の子、とても赤ちゃんみたいな、アドーラブルみたいな、あんキャンタンみたいな時に使うのですけど、日本語の可愛いは例えばとても成人のとても大きな女性にも使いますよね。それはキュートは絶対にしません。失礼です。キュートは可愛いと違うのです。可愛いの中にキュートがあるという感じですね。だからキュートと人に言いまして、それを可愛いだと思ってしまいますと、失礼なことを言ってしまう時があります。キュートは舐めているんです。舐めているからね。だから自分よりも、なんと言いますか、自分よりも、例えば私が組長でしたら、私よりも末端の構成員にしかキュートとは使いませんね。上下の関係をあるのです。そういうことです。私が自分の姉さんに可愛いなんて言いましたら、多分小指どころか首がなくなってしまいますね。ペラ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 、どうしたんですか。ニコ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 、頭がおかしい。ケイさんはキュートじゃない。私はこの大根の姿はキュートだと思います。ですけど中の組長にキュートと言ったらちょっと違うよね。私は子犬じゃねえんだぞバカ野郎と切れられますかもしれないですから、皆さん気をつけてくださいね。組長はあんな風に見えますけど、とってもすぐにブチギレお姉さんだからね。上司の娘に使ってもいいですよ。でも赤ちゃんの時だけですよ。歩き始めたらもうダメダメ。できればでも人間には使わない方がいいと思いますよ。 So many English speakers. Don't hide, let's capture this chat! English speakers, welcome! とても嬉しい。 Look, look! What the fuck? You okay? What 何を舐めているんですかね。まさかペロペロ英語にされますとは思いませんでした。I love cute pretty girls like you. Cute pretty girls. とても嬉しいです。ありがとうございます。そう、赤ちゃんなんだからね。あ、キーボーさん。かわいいは、誰にでも使える。そうそう、可愛いの方が誰にでも使えます。キュートはね、誰にでも使えないからね。だから皆さんこっちの言葉を流行らせましょう。アメリカでも可愛い最近使いますからね。 Oh, that's so 可愛いと言いますから、そんな感じ。何の、セクシー、セクシーだよね。やっぱり、多分日本と気持ちの違いがあると思いますよ。日本の女性は可愛いを目指しますけど、アメリカの女性はセクシーを目指しています。可愛いは子供だから、そういうことなんですよね。やっぱり私もセクシーになりたいですから、このケツ、この胸、ダダダ。そん
な感じで体を鍛えているのですね。Gorgeous! Gorgeous! 皆さん、Gorgeous! わかります? Gorgeous! これはね、アメリカの女性言われたら嬉しいよね。You're gorgeous! あ、とても素敵なんです。嘘つけ、デブばっかじゃねえか。おめえ、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 名前覚えたからな。まったく。南部はデブばかりです。でもケツがでかい方がセクシーなんですよね。ゴージャスはね、例えばゴージャスはとてもとてもとても素晴らしい時に使えばいいんです。例えばあなたの友達が子供が生まれました。そんな時あなたの会社の人、友達が会社の友達のその友達がそのおっさんの子供が生まれました時に、この Look at my picture! Look at this picture of my girl! 私の小さな娘の写真を見てくださいよと言われました時に、 God! She's gorgeous! と言いますね。とにかく素晴らしすぎる時に使う言葉です。例えば今日本で使っています尊い、それですね。だから gorgeous の使い方がわからない人はとにかく素晴らしすぎまして、たまらない時に使ってください。それが gorgeous。 日本では多分日本では gorgeous とはお金持ちなそんなIs the spelling right? Spelling 合ってる？多分合ってますよね。Gorgeous。 そうそう、日本では Gorgeous はGorgeous はなんだかお金がありましてキラ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 だと思っているかもしれますけど、 She is crazy, not gorgeous。 彼女は頭がおかしい、 Gorgeous ではない。誰のことを言っているんですかね。 Who the fuck are you talking about? Don't you be talking about me? 私のこと言ってんじゃねえぞ。The arms are crazy. Arms! My arms. Always getting crazy. そんでね、だから、ゴージャスの、日本のゴージャスのイメージは、アメリカで、英語で使うときは消してください。確かに、お金持ちキラキラの感じをゴージャスということもありますけど、それも、その感じも、すべてすべてすべて入りまして、全部が素晴らしい、ゴージャスという意味なのです。だから、生まれたばかりの赤ちゃんもゴージャス。私もゴージャス。お母ちゃんのケツもゴージャス。私のお父さんのハゲた頭は not gorgeous なんですね。そういうことです。Stunning! Stunning! 皆さん、stunning! 今日はたくさんの褒め言葉を覚えられますね。いいですね。どうせならば、今日で褒め言葉をたくさん覚えてしまいましょう。Stunning!例えば、スタニングはね、スタニング、例えば、これはね、もう、スタニングプリーとか言うのですけど、なんというのですか、これもね、つまり、マジ、やべえ、素晴らしいという意味のことなんですけど、Gorgeous. ひばじゅんさん、間違っていたようです。ありがとうございます。たまに間違えてしまうよね。難しいからね。日本で皆さん、スタンするというゲームでスタンしたことあります?例えば、スタンを食らったことがある人います?ゲームで。そうそう。それしそうなくらい素晴らしいということですね。よく、オタクの人が自分のお紙面に会った時に、変わったんとなってしまう時があるよね。それぐらい素晴らしいという意味ですね。It's spelled gorgeous though. Gorgeous 合っていた ?Gorgeous の、Don't talk about spellings to me. No, 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 no.I'm from the south! I'm from the south! 南部人ですよ。
How should I know about spelling? Spelling のことなんてわかるわけねえだろ。ね、こんな感じで、特に、stunning、例えば gorgeous とか stunning はどこがどっちが上とかはないのですけど、立って拍手をする、立ってスタニングと立って拍手は違います。立って拍手は standing S-T-A-N-D S-T-A-N-D はこの U のところが A になって ND になりますね。 standing 立つ S-T-A-N とは違います。 stun はこれは stunning という感じで発音をします。Marvelous! Marvelous はすごいね。そのスタンはロシア語だ。そうなの？初めて知りました。ああ、そういうことなんですね。Russian は私はわからない。そうそう、とにかく stunning は、あ、stunning!眩しくて見えない。スタングレードとかを投げられた時の気持ちになればあなたもわかるはずです。あなたの推しはいつも輝いているでしょ。そういうことです。あ、スタンディングオベーション、スタンディングオベーション、スタンディングオベーションは、スタンディングは STAND、 それは違いますよ。 STAND、standing と stunning はとっても違いますから、これは覚えてくださいね。あ、投げられたことがないからわかりません。ほう、スタングレードを投げられたことがない人がいます。何人だおめえ、日本人だな。まったく。平和な世界に嫌がってよ。竹内優子。stunning 竹内優子。Who's 竹内優子？Is it like a Japanese actor? Stunning? Stunning ならば I need to check her out. 調べておかないとね。調べておきますね。I don't watch Japanese TV shows. 日本テレビ見ないんです私。すみません、あまりわからない。Angry in Japanese? Angry! Angry in Japanese? Angry? AngryAngry をジャパニーズで言いますと、日本語の勉強もしましょうね。Angry, when you get pissed. 例えば Angry は pissed off のことですね。When you get pissed off. 怒っている。ちょっと O が離れた方がいいね。Pissed off. Angry と pissed off はどっちも日本語で、日本語で、in Japanese it's called, 激怒、激怒、when you're really angry and when you're pissed, you say 激怒。I am 激怒。それを言えば、this means you're pissed, pissed off. You're just fucking pissed off. そんな時は激怒と言います。日本語がわからない皆さんもしっかり学んでくださいね。ファミマで売ってるよ。ファミマで激怒を売らないでくださいね。Yeah, it's pissed off. What? Missed an F. Fucking が足りないと言われてしまいました。さすが、Japanese speaker。 日本語を喋らない人たちは fucking が足りないことにすぐ気づきますね。スタートアップコンプさん、ヤクザ、ヤクザ入りました。 Thank you for your yakuza. Why did the chicken cross the road? No, it's case on playing horror games. 今、どこから鶏が横切りましたか？違います、それはケイさんがハラゲームをしているのです。どういうこと？Do I look like a chicken to you? God! ヤクザ、ありがとうございます。 Thank you for your donation. Really appreciate it. 日本語を
英語にするとき、おなぺこぐーぐー丸、寝てくださいね。英語にするとき、ハイフンはいるの？いらないと思いますよ。あってもいいもと思いますけど、ありましても言葉にはできないですからね。見やすいことをするといいと思います。ハイジさん、カズマさん、ユズ、モズクさん、皆さん来てくれてありがとうございます。明日、仕事や、どうしよう、助けて。仕事、からへん、仕事。ジャパニーズ、ブラック企業は怖いよね。お、おこ、マジおこ。おこぷんです。おこの段階です。これはまだイングリッシュスピーカーには早いですよ、ソーマレイさん。これはわからない。Does Japanese don't study English when they was student? Does Japanese don't study English when they was student? おめえ南部人だな。この文法の使い方は南部人です。日本人は小学生の時に英語を学びますの？学びます？仕事んつらい。仕事んつらい。私もつらいです。嫌だ、嫌だ。なんでチェケンって言われると怒るんや？チェケンは、つまり英語では間抜け、おめえのことを間抜けだと言っているのと同じことなんですね。だから、例えば、If you call someone a chicken, chicken! チキンはもちろん、鶏のことです。でも、誰かのことをチキンと呼んでしまったら、それは、お前は、まぬけ。そして、根性がないと言っているのですね。例えば、フリーフォールとかの、とても大きな、大きなローラーコースターとか、そういう遊園地の時の、でっかいものに乗った時に、私、怖いです。乗れません。こんなもの乗れません。と言っていたら、ああ、you chicken と言われてしまいますね。おめえは、間抜け。そして、腰抜け。腰抜けだよね。という意味になってもらわないのです。だから、chicken と言われましたら怒られる時がありますよ。But!皆さんが私を鶏と呼ぶのは鶏だから分かっていますから大丈夫です。あ、チキルと言いますよね。そうですよね。日本語でも、おめえ、チキチキってんじゃねえよ、ボケボシバシャイと言いますよね。それと同じです。あ、ファミチキください。何こいつ、私の脳に直接そういうことです。チキンアタックカッカルルルチキンアタックをしないでください。ありがとうございます、広告。You know English so well. Thank you. You know English so well. おめえ、英語よく知っていますね。と褒めてくれました。ありがとうございます。南部人の中では、私はちゃんとまともに英語というものを喋られる人間だと思っています。南部人の喋ることは Southern English。英語ではないからね。南部式ですからね。別の国の言葉です。Beef or chicken? Beef. I'll take beef.ビーフください。チキンみたいにキュートって言うのはいいのかしら。うん、それはいいと思いますよ。カッカルルルー。カッカルルルーは、英語では、ニワトリの声です。ですけど、ニワトリは日本では違うよね。ポペパッショイ！I also know that the Japanese have problems with learning foreign language, all because of the Japanese syllable alphabet. Yeah, it's hard to make sounds. Ah, so so. 日本の人が、ここ書いてあります。皆さん読めます？外国の言葉を読むのがとても大変と聞きました。それはなぜかと言いますと、日本語のひらがなとかの言葉が他の国の読み方のところの発音がないからだと思うんです。だから発音が大変なんですと書いてありますね。But それはアメリカでも中国でもきっと同じだよね。
it's the same in other countries too. Because I think Chinese has some sound that you can't just write on alphabets or in hiragana. そんなのもありますからね。That Russian guy. What? A Russian guy is here? Pop Team Epic? Pop it, Epic, Epic! そうそう。日本語は、あ、い、う、え、お、A, I, O, U がありますけどね。But why Chinese speak English so well? でもどうして中国人は英語をあんなに喋られるの？どうして？どうしてなんですか？中国の人教えてください。どうして英語が皆さん喋られるの？でも私はもう一度実は聞きたい。どうして日本の皆さん英語が喋られる人がとても少ないの？ But I know the answer. でも私は理由を知っています。それはなぜかと言いますと、きっと日本はとても Japanese is a really small country. とても小さな国で、日本人の人しかいないですよね。基本的に。We are busy employing working dead. そうそう。日本人の人は忙しくて死にかけているから、ちょっともうね、勉強とか言っている場合ではないのですけど、つまり、日本はとても国が小さくて、日本人というそういう国の人しかいないと言いますか、それだけで生きていけますのですね。アメリカなんて、そんなアメリカ、ジョージアもアメリカ人が半分ぐらいしかいない。そんな感じで、いろんな国の人が来すぎているんですね、アメリカは。There was like, in my class, there was, half of my class was, Hispanic.私のクラスの半分はメキシコからの人でした。Hispanic。そんで半分はアメリカ人だけど、and some Asians、アジアの人もいました。Some Chinese、I didn't see any Japanese people. 日本人は見たことがないけど、あとは、somewhere from India? インディアから来た人もいました。そんな感じで、とても、いろんな国の人がいすぎ、肌の色も違いましすぎて、あまり、なんだかもうめちゃくちゃだったんですね。それが当たり前でしたから、日本みたいに一つの人種の人がほとんどしかいませんというところですと、それだけ言葉がそれ一つのだけでとても足りるんです。だから学ぶ必要がないんです。日本に来たら日本語喋れよこの野郎、だから喋ってんだろこの野郎頑張っています。日本語はとても美しいですから、勉強して皆さんに教えたいんです。アメリカのよ、Does Southern Police Officer speak Spanish? Ah, most of them speak Spanish, I think. Because most of them are like Hispanic. Don't you think? I don't know.Maybe I'm just talking bullshit, but I don't know. ただのクソみたいなことを言っているかもしれないけど。Oh, because we see Chinese who can speak English rather than who can't. そうだね。そうそう。多分、喋っている中国の人だけを見ているから、そうではない人を見ていないからですよと言っています。そう思いますね。それもあると思います。中国はね、人がたーっても多いですから、中国語しか喋れない人も日本の何十倍もいます。人口が多いですからね。だから、たくさんの中国の人が英語を喋れますように見えますけど、実は中国の 20% とか、それくらいの人かもしれないですよ。It depends on where that police officer is, but yeah, most of them speak Spanish. Yeah, yeah, they do, they do, they do. They really do, because if they don't, they're not gonna...No, I'm not gonna say anything about that. ダメ。人種のことはあまり言ってはいけないよね。自由ですからね。Although I'm actually thinking more of the close to border police officer. 国境のところにいます、police officer はね。そうなよね。ん？本物の。Do you speak other language? Do you speak other language? 他の言葉できる。I'm studying. 恵みを見てそう思った。どう思いましたの？見ていなかった。
Megumi's Japanese が私が一番最初に触れました日本の言葉です。Megumi、実は皆さん、Megumi、前の水曜日に私の生放送に来てくれました。Maybe she's watching right now, Megumi. You watching? Megumi 今も見ているかもしれないよ。Southern officer is scared. Yeah, アメリカの南部の警察怖いと言っています。Yeah, they are scared. They're like so violent. すげえ暴力的だよね。ちょっと怪しい女がいたらすぐに殴り倒してとりあえず調べますからね。どうして殴り倒さなければいけないのかわかりませんけど、でも殴り倒さなきゃ話聞かねえからな。南部の女よ。そういうものなんです。In my society, Chinese people don't like talking English even. So, you're from あなたの住んでいる場所は書いてありますけど大丈夫？ YouTube でいつでも見れますよ。 Yeah, Megumi さんとの放送とても素敵でした。ありがとうございます。 Megumi が喜びます。 Megumi は日本人じゃないわ。あんなのただの南部人よ。 No, no, no. Megumi is not southern. Megumi は southern じゃないですよ。10年前から友人言ってたけど、Kさん、10年前から、うん、10年前からですよ。10年経ちました。でも最初は全く日本語勉強しなかったのです。知らないでも生きていけましたからね。Does Southern police talk vulgar too? Usually not. そうだよね。そう思います。Megumi is more 南部 than Kei-san. 本当？ Megumi はでもあいつ銃持ったことないよ。I'm more 南部。本物の南部は私のことですよね。教えてあげますよ。舌打ちは英語で。ああ、tongue pop。Tongue pop. 違う？ Tongue pop. できない。Megumi was in my stream last time. Four days ago.4日前ですかね。3 days ago? 3日前のストリームで、She's my friend. She played games with me. I was playing Biohazard of Resident Evil 7. Not a Hero DLC version. And she was with me. You can check it out on YouTube. また YouTube で見れますよ。The clothes she was wearing were impressive. パンパンプリンのやつでしょ。ヌーンさん、ニコニコ広告ありがとうございます。テムさん、ありがとうございます。とても嬉しい。I thought Megumi was 妹さん。It's me, Yota さん。No, she's not my 妹。My sister はあんなにひどくない。tongue pop. できない。I'll go check the archive. Yes, please. 南部人にやってはいけないジェスチャーってありますか？やっぱりこれですかね。これ。立ててはいけないよね、指を。それだけは絶対ダメダメ。fuck も、shit も、crap も、bitch も言ってもいいですけど、中指を立てるのだけはやめましょうね。それだけはマジで殺されてしまう可能性がありますからね。Am I stinky? 渋谷、小雪さん。私匂う？スティンキーなんて言われたら悲しいよね。スティンキー。どうせなら皆さん学びましょう。皆さんからのコメント。スティンキーとは、匂いが臭いことです。
そもそも、stink。stink、これで、臭いという意味ですね。this place、この場所、stinks。例えば、this place stinks。この場所、臭いぞ。何か変な匂いがする場所に来てしまったときに、This place stinks というときありますよね。渋谷さん、あなたは臭くないですよ。そんなときに使います。そして、stinky ということは、その stink が、形容詞になったということですね。私がスティンキーだったら、それは多分ピッツァの匂いだと思います。Something stinks. 何か匂うぞ。そんな時、そうそう、日本でも本当に臭い匂い、ゲア以下の匂いがプンプンする、そんな時も使いますし、そしてさらに、なんか、例えば、なんだか怪しい匂いと言いませんか？そういう時も日本では匂いが匂いますよと言いますけど、英語でも stink 使うんですね。だから匂いで何か本当に臭いものがあるというの時だけでもなくて、なんか怪しいスティンキーな感じがする時もいいんですよ。そしてこれは基本的に臭いですから、何かいい匂いがしますときは、smells good, smell, S-M-E-L-L, smells good, そういう感じで使ってください。For the English speakers, stinky in Japanese is 日本語で、stinky は、くせ、く、no, no.I'm gonna change colors. 色変えますよ。 Stinky in Japanese is kusei. It's kusei. If you feel something smells really bad, and if you feel it, you say kusei, kusei. That's how you impress your stinkiness.臭さみを表すと言葉はクセです。覚えてくださいね。Scent of Kason. Scent, S-C-E-N-T. Scent と書きましたら、それは香りですね。書かないでくださいよ。やめてください。私はいい匂いです。やめてください。汗の匂いはしません。やめたみー。Fragrant! これはかなり fragrant だから、ほわわわわの匂いですね。そんな感じ。ちょっと黒板が汚いね。こんな汚い授業をやっている人には誰も見に来ませんよね。消しましょうね。ピピ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 。I need to erase this. I don't want anyone to look at this stinky ass chalkboard. No!くんか。I smell a smelly smell that smells smelly. これはひでえ。I smell, 私は匂う。A smelly smell, 匂う匂い。That smells smelly. 匂い匂う。That's really hard to express in Japanese. It's impossible. 無理。皆さんいろいろ、日本ではない人が来てくれていますね。とても嬉しい。とってもいろいろ、いろんなところに住んでいて嬉しいです。早口言葉。Double tongue twister. You genius! No tongue twisters! 早口言葉。皆さん、早口言葉。日本語にありますでしょう？それはね、英語では tongue twisters と言います。tongue, twisters。これはどうしてそう言いますと言いますと、tongue、これはベロですよね。あなたの、口の中にあるそれです。たまに切り落としたくなるそれです。
たまに噛みちぎってしまって、とても痛くて涙が出てしまって、次の日まで痛いあれです。それをトゥイスト、トゥイストはねじるですね。ねじるのです。ギン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 。それだから舌がねじりませんわずのことだから、tongue twisters、早口言葉の意味ですね。これも一つのイディオムですね。はーやーくーちーこーとーばですね。これ、皆さん何かいいのあったら私も言えますようになるから教えてくださいね。He thought bra bra. あ、出ました。これは有名な英語の tongue twisters です。早口言葉。Peter Piper picked a peck of pickled Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck a peck of peppers. Where the peck of pickled peppers. Peter Piper. 難しい。このね、Peter Piper.Peter Piper, Peter Piper picked a peck of pickled pepper の、うるせえ、うるせえ、すみません。そうそう、つまり何と言っていると言いますと、ペコペコのおなペコと言っているようなものなんですよね。あ、これも有名な言葉です。私もこれは言えますよ。She sells seashells by the seashore. これもね、Don't touch me, my mouth. 私に触んな、口が口から何か飛び出ているのでしょうか。東京都東京歌曲、うーん、難しい。言えましたね、言えましたね。こうぷくな九州航空の航機漢字キャリーパミパミ言えました。それは難しいね。バスガス爆発、うん、赤巻き髪、青巻き髪、赤巻き髪、カエルピョコピョコンピョコポコピョコピョコピョコ。How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Woodchuck would he would as much as he could and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. シンシンシンシャンションシャンション。隣の竹キカキカキコケタケツとかキカキコカイ。She sells seashells by the seashore. The shells she sells are surely seashells. So if she sells seashells, I'm sure she sells seashore shells. Stop, you killer! 殺してしまうからやめろと言ってくれているおじちゃんがいます。空虚な急死急ケーキ。なったら、ちょっと死んだことにしないでください。私の舌に Rest in peace、 安らかに眠れしている人がいますよ。まったく、引き抜きにくい釘。それは簡単じゃん。Rest in peace, my tongue. 難しい。ハイツさん。豚が豚をぶったので、ぶたれたぶたとぶたぶたぶたおれたとかき
隣の立てがかけ楽器にかてたけかけたけかき、あーまあ、難しい。アナウンサーは多分やるよね、これやるんだと思いますよ。タウントゥイスターズ Case on exit has stopped working. 私のシステムはもうダメなのます。バッファロー、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 What the fuck? バッファロー、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 なんだこれ What am I doing? You mental... おめえメンタル、おめえおかしいのかと言われているのでしょうか。たまりません。私は大丈夫です。生麦なまごめなま卵。This is the end. You broke it. Bring a new one. ゆりか。もう無理。酒飲んでくれ。 No, 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 I'm not drinking. 私、見てください。私は制服を着ているんですよ。これ風紀、全くお酒を飲むなんてできませんよ。難しい。そんな感じで、あ、宇宙に行ってしました。 Look, look people, I'm outer space, I'm in outer space. Woo! Zero gravity, you guys. Look what happens. This happens sometime when I'm using this. HTC Vive, come on, fix it. Do I look like a mermaid? 人魚みたいでしょ?かわいい?Magic! Magic! こんな感じで生放送やってます。コミュニティフォローしてくれました人ありがとうございます。Thank you everyone for subscribing. It's almost 10,000 subs. とても嬉しい、とても嬉しいです。Japanese school uniforms are surely かわいい。そうだよね、日本の制服はとってもかわいいと言っています。私もそう思います。アクアマン、アクアマン、アクアマン、アクアウォーマン、水の中のアクアウォーマンです。これ、私 HTC Vive を持っているのですけど、コントローラーが読み込みをやめてしまった時によくなります。どうしてなるのでしょうね。Looks like I'm swimming. Under the sea. かわいい。日本の制服はかわいいと言いますけど、私はかわいくない制服も見たことがありますから、それは完璧に反対、成功の賛成をすることはできません。日本の人はきっと可愛いと思っていないでしょうね。そうでもないと思っている人もいますの。ケイさん、泳げるの？私泳げますよ。激しく泳いでいます。これ治らないのですけど。Can you tell what's this channel about? This channel is about, it's about me, teaching Japanese people English, southern English.
This is a Southern English class. I do it every Sundays. It's Sunday in Japan right now. Is it in your country? And then on Wednesdays, I play games. Game streaming. I do that too. And right now, I'm floating in outer space. Look. ちょっと直してきますね。大工がログアウトします。ひゃん。Let me fix it. This happens all the time, and I know how to fix it. It's okay. Be back in a minute. Kei-san is high. No. Who's getting high? No. No drugs allowed. ダメですよ。日本はドラッグスはダメなんです。アメリカもダメですけどね。タタタタ。音楽。今ね、待っててきてるからね。ゲームを、そうそう、ゲームはね、私、皆さんに相談があるのですけど、私、ゲームの、生放送を増やそうと思っているんです。たったらー。仕事がね、仕事が忙しいのが、もう少ししたら終わりますから、それをね、少しゲームの時間にしたいと思うんです。そしてゲームをするならば、やっぱり皆さんとしたいですから、皆さんと生放送でゲームしたいと思っているんです。どうでしょうか？ And I'm back! イエーイ！あー。ね、かわいい！かわいいでしょ？生放送は毎日？毎日は無理無理。仕事！でも、そうやってね、見てくれますと言ってくれます人がいるととっても嬉しい。そしてゲーム実況動画を上げたいんですけど、それはもう少し待ってください。仕事が忙しますぎて、あれは作るのが時間がかかるのですからね。おめえが送ったゲームこれからやんだのりさんありがとうございます。ホラーゲームを送られま、ギフトテロリズムを受けまして、それを受けましたから、私はやるしかないゲームがたくさんあるのです。PlayStation 4でもやってほしい？いいですよ。そんで、動画と生放送、どっちが楽なんだろう。楽と言いますと、ゲームの動画を作りますのはとっても大変。実は、皆さん、私の南部式英語教室、あれを作るのはどれくらいかかるのか知っていますか？だいたい8 minutes、8分、それかぐらいの動画になっています。8時間かかります。あれを作るのに、最初から最後まで、皆さんが見えるところにするまで、実は8時間、It takes 8 hours to make that.そうなんです。とっても大変なんですね。だから、例えば8分でそれぐらいかかりますと、ゲーム実況の動画を30分撮りましたら、どれくらいかかるかわかりますか？そう思うとね。あ、そう、南部式は確かにここにいろいろ文字をずっと入れましているから、大変ですけどね。先生。And if Japanese is not your native language, tell me how you taught it. Are you still learning? I'm still learning. 私はまだ日本語は勉強中です。あなた、日本語はネイティブではないんですね。それなのにどうやって教えるの？と言われました。それともまだ学んでいるの？と言われました。私はまだ学んでいるんです。Because Japanese language is, it's like, it changes every day. People invent every, it's difficult.
people invent words and they use them and they become Japanese like tradition. みんな新しい言葉をどんどん作ってそれが日本の言葉になっていくんです。わからない。難しい。そうそう。だから動画を作りますのはね、大変なんです。もし、めぐみがお嬢様。あ、私は南部人です。そして私の日本語はめぐみの日本語、そして留学語とかヤクザの英語を学びましたから、そこから来ましたよね。We can grow cotton in hours in Alabama. Alabama なら8時間あれば綿を育てることができるぜと言っていますよ。まったくそういうことなんです。これだからアメリカ人はよ、すぐ綿育てちまうんだよな。ケイさんのおかげで英語好きになったよ。Because of me? You like English now? とても嬉しい。I'm really proud of you. とても嬉しい。そしてあなたもとても素晴らしいと思います。New words are embedded in Japanese, so everyone are learning Japanese now. Yeah. そうそう。日本語、どんどんいろんな新しい言葉を皆さん発明しますよね。キャワタン、激おこ、おなぺこ、そんな言葉を毎日やったらもうわけがわからないですよ。You can hire someone. 誰か雇いなさいよ。誰かやってくれませんか？時給1000円です。よろしくお願いします。そんな金はないんだな。なぜかと言いますと、あの動画は収益化できないからです。ファクとクソまみれで収益化をすべて止められてしまいますので、だから最初から収益化をしないことにしました。ノンマネタイジングの あの動画になります。やってみたーい。やるの？カモン。おなペコは言いますよ。皆さんも使いますでしょ。おなペコ、お腹がペコペコでたまらないとき、おなペコ、ここでみんなに教えてやる。日本語の、みんな日本語の言葉どんどん発明するならば、私も発明をする権利があるはずです。発明をしてやります。When you are so hungry? hungry?It's in Japanese when you're so hungry you say Ona Peko Ona Peko Ona is it's your stomach. Onaka, it's your stomach. Stomach no koto, that's Ona. And Peko means it's there's nothing in it. Peko.There's nothing in my stomach. And when you're on a pickle, it means you're so hungry. You're starving. Yeah. そういうことなんです。On a pickle. Hungry. そうそう。覚えてくださいね。Brain pickle. 頭が空っぽになってしまいました。No brain pickles. まったく。お腹が空っぽと言ったら、そしたらブレインペコになってしまった人がいました。まったく。Everyone has the right to invent new Japanese words. Keisan also does. そうなんです。ありがとうございます。そうでしょう。So, this is really advanced Japanese. It's not easy. でも、とても上級者の言葉ですけど、だけどこれを皆さんが使いましたらちゃんとした日本語になりますよね。今日のクラスはあと30分です。おなパンって、おなパンにパンチ入れる子、おなパンはおなにパンチ入れたらダメだよね。なお腹がパコ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 な時出すよね。おなパンはお腹がパンパン。And when you are
so full. When your stomach is so full, you say, oh na. Pan! On a pan! Ona, ona is of course it means stomach, and pan, pan means it's full. It's like it's full. You can't accept anything, it's full. そんな時は It's so full. I am so on a pan. I can't eat nothing more. そんな感じで使ってくださいね。アメリカも若者、あ、アメリカももちろんいろいろな言葉が生まれていますけど、日本みたいにこんなに変わらない。めちゃくちゃにならないです。やっぱりなんだか意味がわかりますもの。何が？何？ N-A-N-I？ 何？流行っているの？知らない！そうなんですか？なんだよ、なんだよ、ニコニコ、文句あんのかよ、おめえ、文句あんな、ここ買えや、かかってこいよ、一緒にゲームで勝負だ。顔はやめな。Not the face, baby. かっこいい。やっぱりボディだよね。To be honest, I lived in Japan 20 years, but I've never heard Ona Pickle in real life. You heard it now. You heard it now. 20年日本に生きていますけど、Ona Pickle を聞いたことありませんと言っているやつがいます。今聞いただろうがよ！そういうことです。だから今日から使ってくださいね。So, from now on, you should use Ona Pickle.For so hungry and on a pan. For so full, okay? Okay? わかったかよ。今日からこの2つを使うよな。皆さんが使いませば、いろんなところに広がりまして、みんなが使います。そしたら、これは正式な日本語になります。そして、私は日本語を発明した初めてのアメリカ人として有名になってやるのです。恵みだな。Just never met hungry people. 腹減ったやつに会ったことがないだけでは。南部人みんな腹減っているからね。日本はとてもお金持ちが多いですから、皆さんお腹が減りませんのかもしれませんね。I am on a pickle! 言いましたね、そういうことです。On a pickle, on a pickle. ドンチキドンチキ。On a pickleだよね。コウキさんも学生の時クラブとか入っていたの？ああいうクラブとか私は入っていない。だったらな、私オタクだもの。家の引きこもりゲームばっかりしていて誰とも関わりませんでした。だから、人間と喋るのがあまり得意ではないんです、実は。コミュ障です。よろしくお願いします。だから、正しいことを言いますと、私は英語も日本語も南部語もすべてうまく人間とは話せねえんだよな。アークでは常にオーナペコなんだよな。アークは生活ですからね。チキトンチキギークさん Yes! I was a geek! I was a nerd! ギークとネルド、あ、でもギークとネルドは皆さん違いますよね。Okay, now I have to explain the difference between geeks and nerds. だギークはね、どちらももちろんこれは皆さん日本語のオタクという意味なのですけど、ギーク、例えばギークだったらね、なんと言いますかね。アメリカで何のゲームしていましたか？ミストとかサイエンのゲーム私大好き、それでをしていました。
No, 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 freak, freak はまた違いますでしょ。 freak はまた違いますでしょ。これは両方オタクなのですけど、 geek はなんだか、そう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 、ニコニコの皆さんありがとうございます。マニア、マニアの人のことですね。 nerd はもっと、I think nerd has a negative image and geek doesn't. Geek は positive. とてもそれを極めている人。Nerd はそれだけやって気持ち悪い人という感じですね。その違いがあります。あ、そうそう。Nerd はキモオタ。そんな感じですかね。あ、こんな違いがあります。そう、ネルドはネガティブなんですね。例えば、私が何かゲームをタタタタタタとずっとしていましたら、お母さん、私がずっとゲイチクしていた時に何かに取り憑かれているみたいで、はぁ、気持ち悪いと言っていましたけど、それはお母さんはネルド、私のことをネルドだと思っているのです。うん。あ、When my mom told me that I look like I'm possessed when I'm playing games, she thought I am a nerd. That's a negative image. そうでしょ?なんだけども、geek! これは、例えば、ゲームがめちゃめちゃ私をプレイしていても、ゲーム得意で羨ましいのという思いの人が私に見てくれ、私のところを見てくれましたら、she's a geek!ゲームを極めているかっこいいマニアなんですねというイメージになるのです。わかりますか？そうそう、キモタン、ネルドはキモタン、ギークはスゴタン、そういう違いがあります。素晴らしい。ちゃんと書いておかないとね。Sorry なんか入ってきた。これは、キモタン。これは、シュゴタン。今日は、これだけでも覚えていってくださいね。この違いがあります。So you are always eating grits when you play games? Yeah! Nerd is a negative saying of someone obsession of something. そう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 、そんな感じ。ちょっとネガティブイメージなんだよね。ゆるゆるお姉さん、そうそう、私、胃のふんまん部がゆるゆるなんですね。すぐ吐いてしまう。Geek is not a positive meaning, not in Russia at least. Really? Insult? Really? ロシア、皆さん、ロシアでは、Geek はネガティブイメージだそうですよ。とてもバカにする言葉だと聞きました。つまり、ロシアでは、Geek もキモタンなんですね。はあ、それは初めて知りました。So, I have to say, これは、not in Russia. こういうことですね。I didn't know that. あ、YouTube がギークで、ニコニコはネルドと言っています。ニコニコの皆さん、怒ってもいいですよ。あ、YouTube は仕事だから、俺らはマニアなだけだから、あ、ニコニコ、そんなもん決まったんだと言っていますよ。どうですか皆さん、ニコニコの皆さん。正解、合っている、正しい、He is right. そういうことでした。真実でした。誰も怒っていません。しゃーなしやな。みんな認めていました。It's true. ニコニコミン。やっぱりニコニコですね。これだからニコニコはやめられないよな。No, I'm pervert. いいえ、私は変態です。全く頭がおかしいですね。キモタンです。コワタン。頭おかしいね。やっぱりそういうことなんだね。つまり答えが出ましたね。YouTube は Geek。ニコニコは Nerd。But not in Russia。
そういうことです。ロシアでは、YouTube も、それにニコニコもキモタンということですね。Insult、insult、侮辱になると言っていましたから、I'm a geek と言うのはいいですけど、You're a geek, you are a geek, she's a geek, he's a geek と言いましたら、殺される世界なのでしょうか。怖いね。I've heard Japanese people can get girlfriend easily.GF, it's a girlfriend, right? 日本の人は彼女をすぐ作れますと聞きました。本当ですか?ということです。どうですか?彼女がいる皆さん。YouTube のギークの皆さん。ニコニコはキモタンだから聞きません。どうなんでしょうね。in Russia か。いいえ、何ワードとんねん。すいませんでした。そうなんだね。ドルクはまた違いますよね。キモタンでも彼女いるぞ。その彼女でも画面から出てこねえじゃん。そういうことなんだよね。ニコニコは好きです。ああ、そうね。ああ、ロシアでは日本の人はモテモテという意味でしょうか。はあ、そうなんですね。皆さん安心してくださいね。私の彼氏は画面の中にいます。My boyfriend can get, he can get out of the screen sometimes, but he usually can't.たまにスクリーンの外に出てきて、私の夢の中に出てきてくれますけど、基本的にはスクリーンの中にいて出てきません。消えるよ、カズマよ。ロシアでモテるにはどうしたらいいか教えてください。体を鍛えることではないの ?I don't know. ロシアのあなたに聞いています。答えてあげてくださいね。マチオ、マチオの筋肉がじゃん。バキバキバキ。皆さん、ダンベル何キロ持てる？そのアニメ、もう見たことありますか？それはとてもとてもムキムキなマチオさんがいるんですよ。あれはかっこいいんです。とってもかっこいい。あんな人だったらモテモテますよね。バキ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 。肩にちっちゃい、肩にちっちゃいジーキン乗せてんのかい。そういうことでしょ。お願いましょう。いいね。それそれそれ、私それをね、今見てハマっていますから鍛えているんです。あ、シーアさん、ケイさん見てんのか。 Netflix で見ています。 It's on Netflix。お腹が 6DK かーい。 6LDK。 それそれ。 K さんが見ているの気になって見てみた。スクワット、病院、おめえよ、そうやってすぐニコニコミンはよ。ニコニコミンはやっぱりナード、キモタンだから頑張りすぎてしまうのですね。かわいそうです。大丈夫？腹筋 6LDK かーい。楽しいよね。バディビルのコンテストみたいなところの声があるんでしょ。それを聞きました。仕上がってるよ、仕上がってるよ。楽しい。私はちなみに筋肉が好きです。Is it easy for nerds to make a girlfriend in Georgia? I don't think so. オタクがジョージアで彼女を作るのは簡単ですか？と聞いていますけど、ジョージアの女、girls in Georgia? I don't think they love geeks that much. そんなにギークが楽しいわけではないみたい。
なぜかと言いますと、私は I was a geek and also I was a nerd too, but 全くモテなかったな。こんなにもいいキャッチをしているのに Look at my ass! やっぱりね、まあこのフェアスの人がモテるのではないでしょうか。モテるポイントはやっぱり ass. If you have a nice ass, man and woman, either of them, if they have a nice ass, then you'll get any girlfriends or any boyfriends there in Georgia, okay? K さん、今モテモテじゃん。そうなの？モテている？皆さん、私と結婚してくれるんですか？よろしくお願いしますね。私は自分のお父さんを倒せる人としか結婚したくないと思っているんです。今まで誰も戦っていないからわからないのですけど、そういう人がいたらいつでもお父さんと戦ってくださいね。That ass! Yeah! That ass! ケツ、やっぱり人間はケツだよね。身長180の俺なら倒せるならお父さん2メートル。皆さん、皆さん、銃は使わないでくださいよ。 Don't use guns! これだからニコニコミーはよ。ガンで倒すしかない。楽しい。何の話をしていました？こんなにクラスをやっていたのに雑談をしていると楽しいね。And boobs! Boobs! やっぱり胸、そういうことなんだ。お父さんもシャッカン。そうだね。あなたが銃を持っていたら、お父さんもシャッカン持ってしまいますよ。妹の旦那もお父さん倒したの？あ、妹の旦那はね、お父さんを倒す前に、ベビーデアリーになってしまったからね。これだから、南部人はよ。お父さんも驚いてしまいました。ルール違反ですよね。シャッカンマリッジ。そう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 。ダメだよね。ダメダメ。やっぱりお父さんを倒さないとね。そう、拳で決着をつけてしまったんです。シャッカンマリッジ、シャッカンマリッジ。それそれ。だから、どうにもならなかったんですね。ケイさんのお父さんは、おじいちゃんのこと、倒したの？ああ、多分ね、倒したんだと思いますよ。じいちゃん今ボロボロだもの。死にそう。PUBG で倒すのあり？ありだと思います。いいね。そんな感じで。あ、皆さん、やっぱり戦いたいですね。そんな皆さんが、私は、構成員ですから、大好きですよ。そういうわけで、どこへ行けば戦えますか？まず、ジョージアに行きますね。そして、アトランタのところに行きまして、There's World of Coca-Cola というところがあります。Coca-Cola Factory と言われていまして、Coca-Cola の、It's a museum みたいなアトラクションもありまして、とてもいいところなんですね。そんで、そこに行きまして、まず、たくさんのコカ・コーラを飲みましたら、それが宣々布告になりますからね。The wisest. How do I say in Japanese, I'm hungry for a hug? Dictionaries do not help. I'm hungry for a hug. ハグが欲しい人がいますね。これ。Okay, I'm gonna teach you. 質問が来ました。日本人の皆さんも考えてあげてくださいね。I'm
hungry for a hug. I'm hungry for a hug. Hug. これはわかりますね、皆さん。Hug です。これはもちろん、誰でもわかると思います。I'm hungry. これはお腹が空いているという意味ですけど、Hug。Hug の Hug に hungry。Hungry の心とかわかります?日本語でもありますよね。つまり、Hug が欲しすぎてお腹が空いているわけではなくて、求める心が強いという意味なんですね。だから、hungry for a hug。hug が欲しくてお腹が。あ、そうそう、飢えている。そうそう、そうだ、それだ!In Japanese, you say, これは見にくいなね。hug に、飢えている。Hug. Hug is hug. In Japanese, you say hug. Anyway, it's hug. Hug's a hug. Hug ni. No, it's not a U. ているハグに飢えているハグにこれで this one ハグに it stands for a hug and then 飢えている stands for I'm hungryJapanese people don't use I'm and he's and hers stuff, so there's nothing, none of the words stand for I'm, but it means like hungry. そんな感じ。Thank you, you saved my life. 私の命を救いました。これを日本語、ハグに飢えているIf you want to say I'm, it means, So if you want to say I'm in Japanese, you'll say it. You'll have to say it in front of this sentence. Watashi? Watashi means I. Wa. Wa means, am. So, I am...私は hug me for a hug 飢えている hungry but you don't have to say 私は all the time because if you say it you know it's you that wants a hug so you don't have to say it Can I get your cup size? あなたの胸のカップサイズは何ですか?まったくパレットがいますね F ですWhy you use L instead of R? I know they are similar in Japanese. Because if you use R here, it is similar, but it's really different, and it's really hard to pronounce R stuff in a Japanese language because R does not exist in Japanese language. 日本語に R の発音はありません。The pronunciation R does not exist in Japanese words. So I use L all the time. ラリルレロ。これが日本のラの行ですよね。それは日本語の L と同じ発音です。R の発音は R で、例えばローマ字皆さん使いますのは RA とかそれでラと書きますけど RA とか R で始まるラ、リ、ル、レ、ロにしてしまうと発音がラ、リ、ル、レ、ロになります。皆さん言えないでしょ?違うんです。日本語の発音にないからそれは言えなくていいんです。ないのですもの。OK?
How long have you been teaching English? I started in May, so May, June, July, August, about 4 months now. I've done over 20 classes. Fuck! F! やりますね、寝てた人さん。起き上がって。そうそう、L でもないんですよね。L でもないんですけど、I know, but L と R のどちらが近いと言われますと、やっぱり L の方が近いんですね。R ですと違うんだな。ですよね。だから難しい、これだからよ。F。Size F! I'm serious. 真剣に F と言ってんじゃねえよ、この野郎。Rest in peace しないでください。How old are the students you teach? あなたが教えている、student は何歳ですか？おめえら何歳ですか？ How old are you guys? Because the students are here. Students は64、5歳。So, they're the ages you want to know. 3, 31, 3, 30, 6 months, 18 forever, 24, 25, 9, 29, 32, 3, 70 years old, 45, 25,Doing it for a year, for a lot of years, 36. Born today? Someone is born today. Some of them are born today. Shut up! Forever 9 years old. Thanks, PewDiePie. PewDiePie, そうなの?知らなかった。Minus 45, okay. He's not born yet. まだ生まれていない人がいますね。18 years and 240 months? Okay, okay. G-man Yakuza! 強そう! Okay, past 37. Okay, somebody's already passed. もう死んでいる人がいますね。レイは生まれ以外は帰ってくれないか誰もいなくなってしまう。Oh, happy birthday to you! Who was born today? How old are you, sensei? We all honestly said... あ、先生、あなたは何歳ですか？私たちは正直に言いました。I'm 22. I'm serious!そういうことですね。しょうがねえだろ、赤ちゃんなんだから。Just a baby! こりゃひでえ。Every day my Spanish friends point out both my pronunciation L, R and L. In Spanish, like, Spanish は L も R もありますけど、難しいよね、Spanish は。Spanish はね、Spanish は L も R もなんか、あとなんか、N の上になんかこんなついているのもありますからね、もうわけわからない。ね。嘘ついた。今、嘘ついた。なんだてめえ。お、やんのか。I'm serious. I am fucking ass serious. わかりましたか？おまったく。Who's coming for me? Quite small. 小さいねと言われました。わかりました。わかることが多いですね。初めての人、こんにちは。私の手が後ろに行ってしまいました。I'm hungry for a hug. 私はハグに飢えている。それはハグに飢えているという言い方をしますから、それだけは覚えていってくださいね。
今回の授業はアメリカ人、そしてロシア人、そしていろんな人にも人がならで素晴らしい授業となりました。人種は超えていくのが素晴らしいですよね。So this was Southern English class. あと5分で終わりですから、何か皆さんに挨拶をしますね。She has been saying, I am 22 years old and over 10 years. What? おめえ嘘つくんじゃねえぞ、おめえ。10年以上22歳と言っています。違います。これだからよ。まったく。いい加減にしてよな。あとでおめえはぶっ倒すからな。You're dead, son. Senpai didn't notice me. Sad face. Senpai didn't notice you? どういうこと? What makes you do this class, sensei? なんでこのクラスやろうと思ったの、先生? Because the Japanese I speak, is kind of like a Yakuza Japanese, I think. And compared to Southern English, the English I used in Georgia was like a little similar. It was like clothes. They thread all the time. They use bitch, fuck, shit, piss, ass. It was clothes, and I love it. So I wanted to share this similarity, and I wanted everyone to know that. If you can understand Yakuza English, you can understand Southern English. No, Yakuza Japanese, you can understand Southern English too. And that's what I'm trying to do now. わかりまし? Yeah, ghetto. It's kind of ghetto. But I don't want to say it's ghetto because Yakuza Japanese, Yakuza, it's like, it's really sacred.ヤクザは神聖なものだよね。だからゲロウとは言いたくないね。あ、ゲロウって何？ゲロウというのは、ゲロウというのは何かと言いますと、ゲロウ、なんと言いますか、ゲロウ、貧乏、貧、get out ではありません。get out は get out です。スラムの、下道、下道下道ではないんです。get out is, sounding tough. Is it sounding tough? It's like, なんと言いますか、ゲロはね、more or less、そうそう、なんか、その、汚ね、あの、when you want someone to be ghetto? 誰かにゲロになってほしいとき、例えば、そこに、お金持ちのキラキラアニメの主人公みたいな生徒会長の金髪のキラキラのアニメの中のお姉さんがいるとしますでしょ。そんなやつに、例えば私、例えば不良みたいな、中卒、前科持ち、薬漬け、お兄さんが、ふえっとやってきまして、そのお姉さんから見たときに、そのお兄さんはゲロなんです。言ってはいけないことを言った気がします。違います。そういうことではないんです。イメージの話です。Yakuza, are these the dangerous guys with tattoos? Yeah. They're like a Japanese mafia. No. It's like the mafia in the West. Teihen! Chige! Nanka chige! Hikui! Shakai no chii no hikui da sono hito na kinpira no shaberikata! Sonna kanji!
あ、きんぴら生活。あ、きんぴら。もうやめて。すいません。Google it! Google! あ、そうそう、ニコニコミンの方。そう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 。育ちが、そうそう。育ちが悪い人たちが喋る日本語と育ちが良い人たちの喋る日本語は違うでしょ？だから、あ、だから、あ、それを、だから、あ、YouTube の人から見てニコニコはゲラオなんです。わからない。ひどいことは言っている気がします。We stumped 先生。We did it. あ、そう、ゲラを、あ、ニコニコ、ゲラをニコニコで Google it 泣いた。すいません。違うんです。ニコニコミン好きなんです。あ、南部はちなみにゲラを、私もゲラをだから何も言えないけど、I try not to use ゲラを English because, it's nasty. 汚いから。私はこの英語で育ちましたから、使わないように気をつけているんですね。そういうわけでした。今日は皆さん、この生放送を来てくれましてありがとうございます。汚い英語で、しかも、なかなか、ゲロ、GHETTO ですね。ゲロを調べてみてくださいね。Google for wimps! いやいや、ゲロとかピンプスとか、やと、検索してみてくださいね。今日は皆さんとても楽しかったです。たくさん見てくれまして、いつも見てくれました人、エル・クローバーの兄貴、いつもありがとうございます。あ、スラム街とか出てきて、そんな感じ。南部はね、そんな感じ。そう、今日も皆さん、イディアムを、ユーズモスクさん、ありがとうございます。イヤクザ入りました。ありがとうございました。ニコニコ、もしかしてゲロ、いいね。あ、キリーツ、日本ではこれをやるの知っています。キリーツ means stand up、they bowAnd then, 着席. Sit down. This is the way we end class in Japan, okay? So, 起立. で, 着席. Bye, everyone. Thanks for watching. Bye.